はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。クソレッキー製造工場へようこそ。工場長のウユです。さあ本日なんですけども、史上最強ディフォーマーテレフォンが強化されまして、あのね、なんかね、密かにね、なんかそのレガシーパックにディメンジョンダイスとダイスダンジョンが追加されてまして、でこのカード何かっていうと、マジでディフォーマーテレフォン超強化なんですよ。これテレフォンってね、あの攻撃表示であのいる状態の時にサイコロ振ってライフ回復しながら、なんか自分の墓地からディフォーマー出すっていう効果があって、テレフォンでテレフォン蘇生すると無限にテレフォンが蘇生してきてマジでやばいことが起きるっていうね、あの名称して対峙ついてないから、あの対峙ないコンボで無限ループが発生するっていうね、無限テレフォンワンキルみたいなの結構よくあるんですけども、これが強化されてましたということで、これどういうカードかっていうと、まずね、ダイスダンジョンがディメンジョンダイスを手札に加えるという発動時の効果処理、フィールド魔法ですね、という効果で、バトルフェイズうんぬんカードみたいな、これは別にかなりあんま関係ないわ。で、ダイスダンジョンがマジで強くて、ディメンジョンダイスがマジで強くて、サイコロを振る効果を持つカードが自分のフィールド上に存在しているときにね、自分のフィールドのモンスターをリリースすると、サイコロを振るモンスターを手札できたら特殊ができる、デッキから、テレフォン出せるんです。だから、テレフォンをリリースしてテレフォン出せるんです。そうすると、バニテレホン、墓地でテレホンっていう、まあ、コンボが成立してるんですね。そうすると何が起きるかっていうと、世界が終わるんです。はい。というわけで、早速ね、この、ぶち壊れカードを使って、本日は、お相手の、ライフポイントを、一瞬で削り取っていこうというふうに思ってます。早速、やっていきましょう。クソゲー、デュエルスタンバイ。マスターデュエルってさ、レガシーパックに追加されたカードのお知らせなんかなくない？なんかすげえ不親切だなと思ってんだけどさ、この最強のダイスダンジョンっていうカード追加されたの知ってました？ディメンジョンダイスと。これ、完全にお知らせなかったんだけど、これ。ふざけてんだろ、これ。まあ、とりあえず、ワンフォーワン発動するわ。ワンフォーワン！手札を1枚、墓地に送ることによって、デッキからレベル1のモンスターを特殊召喚、もちろんディフォーマーテレフォンを特殊召喚していく。そしてディメンジョンダイスの効果発動、サイコロを振る効果を持つ、モンスターをリリースしてサイコロを振る効果を持つモンスターを特殊召喚、はい終わりました、はい、世界終了のお知らせです。世界が終了しました。でディフォーマーテレフォンを特殊召喚、イエイ。で、リンクリボーをリンク召喚。皆さんにはね、今からね、最新のテレフォンループというものをお見せしたいなというふうに思っておりまして、で、特殊召喚をしていく。おげい。で、あ、テレフォンちなみに使うときはね、あの効果使った方をちゃんとリンクさんにするのを忘れられるように、ね、してくださいよ。はい。そうしないとなんかバグるんで、普通に。で、リプロドクス。おげい。で、ディフォーマーテレフォンの効果発動。ゲイでモンスター特殊召喚テレホンで、こいつを一体リリースしてリンクリボー特殊召喚で、リプロドックスの効果で地属性にすればいいので、とりあえずこれ特殊召喚いって、でリプロドックスの効果を発動するぜ。リプロドックスの効果によってリンク先のモンスターをあの属性を変更していく。 で私が変更するのは地属性、そうするとサイバース、恐竜、機械という同じ属性で指導が異なるモンスターが3体になっていくということで、ライトロードドミニオンキュリオスをリンク召喚、効果発動、デッキからモンスター何かカードを1枚を墓地に送ることができるため、プリンセスオームを墓地に送っていく、そしてドミニオンキュリオスの効果によってカードを3枚墓地に送る、で、テレフォンの効果を発動、テレフォン効果でテレフォンを特殊召喚。動ききめえよなマジで。で一旦アニーマ出していく、ほい。で魔法使い族モンスター用意、はい。で大丈夫だね、落ちてない、落ちてないから、で地属性モンスターテレホン特殊召喚、はい。で魔法使い族と地属性を墓地に送って、で、リーパー特殊召喚で効果増、自分の墓地からプリンセスオーム特殊召喚でテレフォン効果、テレフォン蘇生、オッケー。ちなみに、
デーモンリーパーで蘇生したモンスターは効果が無効になっております。はい、ということで効果を有効にしていこうと思います。ドミニオンキュリオスと、テレフォンデーリング召喚現れろ世界流ジェイランテス。そして世界流ジーランティスのモンスター効果、一旦フィールドのモンスターを全てゲームから除外しもう一回出し直す。そうすると何が起きるかというと、効果が無効になっているはずのモンスターの効果が有効になってしまうんだな。はい、でプリンセスオーム特殊召喚でデモンリーパーも特殊召喚で、テレフォンの効果2で、テレフォンの効果によってモンスターを特殊召喚、ふいふい、で一旦クロスローズしに行く、ふい、そしてもう一回テレフォンの効果特殊召喚。てかこのテレフォンカウンターがあったら面白そうだね。テレフォンカウンターがあったら面白そうで、まずは植物族を出していくシンクロ召喚、ほいはいと、でテレフォンの効果でもう一回蘇生、はいゲイ、はい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 、でディメンジョンダイスから入ってない場合は梅雨ドアホ持ってこなきゃいけないんで、まあここで普通にガーデンローズメイデン出すんですけども、ほいでガーデンローズメイデンの方がそう、ブロックガーデンと、まあ、フィールドアホなかった場合はねこれ持ってきていただきたいと、まあ今あるからまあ関係ないけど、でスターダストチャージウォーリアーを新規の召喚してカードを1枚ドロー、はいケイ1枚ドロー、そして、テレフォンの効果発動は OK。 レッドリブート来た、無限保有をケアできる。いや遅えよ。いや遅いだろっていう。そしてさあもう察しのいい方がもう分かったんじゃないですか。エンシェントフェアリードラゴンをシンクロ召喚で、エンシェントフェアリードラゴンの効果は、っていうだからモンスターを特殊召喚するという効果と、あとフィールドアホを破壊してフィールドアホを持ってくるという効果があるわけですね。エンシェントフェアリーの動画効果発動、さあフィールド魔法をぶっ破して、そしてフィールド魔法をサーチ、暗黒世界シャドウディストピア、このカードの効果によりフィールドモンスターは全て闇属性となる。ぶっ殺します。プリンセスオーブの効果、フィールドのモンスターを闇属性モンスターをリリースし、相手のライフポイントに800ポイントの大ダメージ。テレフォンはちなみに闇属性です。はい、テレフォンを今闇属性に変えておきました。ということで射出。終わっててさ。ライフポイント14700あって、おーやっぱ遊戯王って神ゲーなんだよね。